はい、皆さんこんばんは。では石秀こと池畑秀幸とリングスケアの大平千代です。はい、千代さんです。よろしくお願いします。自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんばんは。株式会社リングスケア代表取締役の大平千代と申します。現在私は高齢者の化粧ケアを専門に行っております。で、弊社のサービスとしては有料老人ホームですとか介護施設で、千葉県から東京都内を中心としたそういった介護施設にのご高齢の方です、認知症の方、ターミナル期の方に向けたこうリングスケアという名称の化粧専用ケアサービスというものを展開しております。はい、ひでちゃんとは、ね、6年ぐらい前に出会って、そこからいろいろとこう、ね、和歌山と東京で離れていながらもいろいろこういろいろつなメールをしたりね、情報交換させてもらったりね、お会いしたりとかねさせていただいております。はい、よろしくお願いします。僕は東京に、ね、よろしくお願いします。はい、まあ、とにかく僕が東京に行くときは必ず声かけてね、一緒にこの仲間と飲み方だったりね今もともとはですね、ジェイマンって言ってね、ジャパンメイクアップアーティストネットワークというね、協会、まあ、今はちょっと協会が名前が変わりまして、一般社団法人日本メイクアップアーティスト協会ジェイマンというふうになったんですけども、まあ、ここの活動をね、6年前にやってて、ちょうどたまたま渋谷の方で大きな、ね、イベントがあって、そのイベントの時にね、実習者がモデルになっていただいてね、その時の写真をちょっとまず先出しましょうか、ね、そこからのご縁なんですよね。だからちょうどこの頃6年前ですから、まあ、僕ちょっとまだひげを生やしててですね、まあ、この時まだ貫禄があって年いってるように見えるんですけど、ちょうどこの自称店の隣にね、お子さんもいらっしゃってね、うん、でステージに子供さんもみんな出てね、いろいろと賑やかにこうね、まあ、こういう、メイクの日っていうね、5月9日メイクの日ってあるんですけど、そのメイクの日のイベント、大イベントで、僕がその、まあ、ちょっとこうメイクアップのショーをさせてもらった時の、うん、モデルさんとして、うん、していただきました。この時の6年前。ちょっと6年前よりか今しか若くないですか2人とも。ですよね。2人ともね、この時のが老けてますね。ひげ生えてるしね、この時はちょっとこうアップに、受賞者もアップにしてるしね、うん、まあ、こんな時代がありましてね。で、この時のね、まあ、動画もし 見たい方はね、僕ここの YouTube を やってるんですよ。でから、KY 石秀メイクアップアーティストっていうのを YouTube でね、調べていただいて、この渋谷って入れたら多分渋谷メイクで出ると思います。うん、そしたらこのね、動画が、その当時のこのね、メイクデモの方がね、しっかりと見れますんで、ぜひよかったら見てください。結構恥ずかしいもんですけどね。はい、そして、まあ、ちょうどその時に、そのイベントが終わった後に、そのジェイマンの、まあ、理事長でいらっしゃいます小林照子先生と一緒に、まあ、懇親会でね、こんな風にして一緒に語ったというね、懐かしい6年前でございました。うんうん、で、その後にですね、日本、これ今日本女性を元気にする会でやってますけども、もともと僕、もう十何年前からですね、KY 石秀の元気の出る会っていうのをねずっとやってまして、それもリアルにねずっとやってたんですよね。それはまあコロナ3年前コロナで、ね、ちょっとこう3年間なかなか会えないということで、この3年前にこの日本女性を元気にする会っていうのを立ち上げて、オンラインだったら会えるじゃないのということで、でこういう感じで対談、元気なね女性をゲストに招いて、で、配信をしようという流れで、まあ、今日に至ってるわけですね。まあ、約今、日本女性を元気にする会のメンバー400人近くいらっしゃって、全国にね、各地にいらっしゃいますんでね、ぜひご覧の皆さんで、一回他の、ゲストの方々のね、歴代の方も見たいなっていう方は、日本女性を元気にする会っていうのを Facebook で調べてみてください。ということでね、さあ、それではね、まあ、本題に入るということになりますけども、そもそもこのリングスケアというのをね、うん、はい、なんかちょっと横文字やからちょっとまた説明していただくとどういうメイクなんかなということで、あ、メイクっていうか、ケアとしての化粧を追求してたら、その化粧だけじゃない部分もやってるなっていうことが分かって、これ看護だなっていうところに私は、うんうんうん、結局最初ケアとしての化粧をご高齢の方々に
やり始めて、最初メイクセラピーみたいな言い方でしていたんですけれども、うん、本当に現場のお部屋、ね、ご利用者さんが住んでるお部屋のところまで行くと、化粧以前の問題の方もたくさんいらっしゃるっていうことに気づいて、そうすると起き上がるところからとか、ちょっと気持ち鏡に向かうところからとか、そういったのも全て含めると、あ、これ看護だなって思いに思ってで、まあ大学院に行って研究をしたんですね。で、そこで一番大切なものが、看護の本質でもある、ケアの本質でもあるケアリングっていう概念があるんですけれども、うん、このケアするっていうのは決して一方通行ではなくて、こう双方向のケアする側もこう いろんなものをいただいていて、こういったリングができるような、ケアする側もされる側も一つのリングができるように互いに癒されて成長していくっていうような、そういう考え方があるんですけど、そのケアリングから、文字でリングスケアっていう名前が、一番大事なところだなと思って、つけました。うん。具体的には、その、高齢者の方々、まあ、施設に入っている方、それから、まあ、障害者の方もされてるということでしたけども、もともと看護師さんで、まあ、いらっしゃって、看護師でやりながら、なんか、やっぱり、そうですね。もともと高齢者の医療の現場にいたんですけれども、当時は17年ぐらい前、まだ全然本当、病院の中で化粧とか、なんか絶対にもう落としてくださいみたいな、ネイルとかもすぐに落としてくださいみたいな時だった時に、看護学生がたまたまこうメイクセラピーでマニキュアをつけるっていう計画を立ててきて、それを見た時は、って大丈夫かって思いながらも、見てたら、それまで全然こう、こんな感じだった認知症の患者さんが、すごい嬉しそうにこう、綺麗になった爪をね、眺めていて、私にもこう、ほらっていうふうに見せてくれて、綺麗ってこんな力があるんだなっていうふうに、メイクセラピーってすごい可能性があるなっていうふうに感じたのが、大きなきっかけになりましたね。そこからその化粧療法とかメイクセラピーっていうのを調べるようになって、長年そういった美容関係の方々がボランティアとして、結構3、40年前から、そういった活動っていうのをやっているんだっていう事実とかも、そこで初めて知りまして、結構意外と歴史はあるんだなっていうのはあったんですが、ただ、その医療の現場で活用するまでのそういったエビデンスだとか、情報とかが確立されていないっていうのが分かったんですよね。僕がこう、ちょうど6年ほど前に、まあね、こうやって、師匠さんとお会いしたときに、そういうふうな、まあ、看護師さんで、まあ、こういう活動をしたいんですって、まだね、本当に産声を上げた状態でしたよね。で、まあ、僕の方が、まあ、一応先輩なんですよね。で、メディカルの業界ではね、まあ、25年やってます、ね。で、25年やって駆け出しの頃に、確かに僕も15年間も20年、20年前の、まあ、今から考えたら男の人が大体メイクをするっていうこと、これにね、世の中の人はね、あいつ女性の財産狙いやとか、おばあちゃんの財産狙いやとか、あいつにメイクをしてもらったら老けるぞとか、そういういっぱいやらかせをこう言われた時代なんですね。だけど、僕ら習ったメイクをやっぱり何か検証したいということで、もとにかく、なかなか食べていけない時代だったから、まあ、なんかボランティア活動しようということで、老健施設もあったんですよ。7年間回ってたんですよ、ずっと無償で。7年もありました。すごい。で、実費でね、交通費出して、で、その老健施設の現場で、ね、なんでもそうですけど、事件も現場で起こりますよね。で、問題は必ず現場にあると、僕いつも最近それ言うんですよ。地上の理論とか机の上では起こってないんですよね。現場でやっぱり肌で感じたものっていうのは必ずそこを解決せなあかんことやと思ってるんで、その7年間やって思ったのは、これボランティアでやってたらあかんことやと思ったんですよ。みんな、うわー、嬉しいよってそれで終わるんですよね。その場合ね、喜ぶ。そうでしょ。で、その思いが、まあ、あって、しばらく僕はこういうボランティアしてたらダメだ。年齢がいって認知症になった方に施してあげても、もう遅いんちゃうかなって思ってた
吹き圧です。ああ、はいはいはい。それで、その手前の方で認証にならないように予防する。もしくは、その、ご両親をなんとか支えてる、その年代、アラフォーとかアラサーの、そこら辺の世代の意識改革をする。それの方がいいなと思って、そっち側にちょっとだんだん変わってきたんですね。なるほど。で、その変わってきた時に、看護師さんで、そういうことをして、事業としてやろうとしてて、形を作ってきた。という千代ちゃんを見たときに、誇らしげに思って、すごいなと思ったんですよ、マジで。いやー、うん、あの多分いろんなこと言われて、いろんなことを叩かれて、絶対医療の現場とか、そんな時間ないし、そんなおばあちゃんに化粧をさせやんといてって言われる親御さん、あの子供さんら、息子さんとか娘さんに言われたことあるんですよ。あ、そんなもったいないとかね、化粧品にお金かけるもったいない、この年になってとかね。ありますね、あります、うん、でもね、それ大きな間違いやちことをみんなに言いたいんですよ。よく聞いてくださいよ、本当にね、今の息子さん娘さんね、おばあちゃんとか おじいちゃんを介護しようとしてる方、大変なの分かるんですけど、やっぱり本人も死ぬまで自分の尊厳というか、うん、自分の美とか自分の、うん、なんていうかな、美しさを忘れたくはないんですよ、本当は。うん、これを お互い分かりますよね。師匠さん、多分そこを言ったと、うん、僕が言うと偉そうになるんでね。いやそんなことないけど、本当やっぱ化粧って聞くとすごく本当贅沢なものとか、うん、華やかなイメージがすごく 強かったので、そしてなんか化ける装うっていう感じもあるから、うん、なんかイメージがやっぱりその化粧とか美容業界以外の人にはあんまいいイメージ、特に医療介護の関係者にはあんまいいイメージがないのかなっていうのはすごく、うん、あの最初の方は感じましたね。うん、あとご年配の方にも化粧って言ってしまうとちょっといやもういいわって、うんうんうん、なるので、今はそんなお化粧っていうよりも お顔整えましょうとか、うんうん、ちょっとお肌のお手入れしましょうとか、そこでちょっとじゃ眉毛描いてみるとか、少し血色良くするために頬紅してみるっていう、本当にちょっとのことなんですよね。化粧って言われるとなんかフルメイクしてこう全然別人かのようになる風なイメージが大きいかもしれないですが、本当ちょっと眉さすとかね、ちょっとあの顔色を良くするためにあの下地でファンデーション塗るとか、本当 そういうことなんですけど、なんか化粧っていう言葉に結構皆さん持ってかれるというか、うんうんうん、だからまあ千代ちゃんが作った言葉で、美声よ、美を整える容姿のようよね、美声よ。そうですね。うん、まあ、その、それはすごくいい響きやなって僕も思って、化粧っていうとなんか古臭いっていうか、うん、今言われた通りでね、本当になんかちょっと否定的な人、うん、男性も女性もそんな感じでね、思ってる人もやっぱり多かったと思うんですね、その当時はね。でも最近ではちょっとやっぱりそういう意識も上がってきてて、うん、今マサルさんも書いていただいてますけど、まあ、女性のメイクは本人も男性も含め高揚することでみんなが幸せになりますよね。本当にそうなんですよね。うん、そうですね、はい、うん、あの恥ずかしがってね、もう化粧どころじゃないよ先生、私らもうええよ、ええ年してそんな恥ずかしがええよってね、現場でね、はい、多分中小さんもそう、ね、やってあげると急にすっごく喜んで、はい、涙する人も出てきますよね。いますいや本当にね、すごいやなって僕ね思ったんですよ当時。そので嬉しすぎてね、認知症の方だったらね、うん、パレットって綺麗じゃないですか。あ、食べるんですよ、はい、食べる、もう本当に食べたくなるぐらいそうですね、触るんです、はい、うん、だからそれぐらいやっぱり、すごくなんていうかな、まあこう理屈でなく認知症なのに昔の、うん、自分にちゃんとこう出会ってる感覚っていうのがその現場で起こってたんですよ。だから涙で、はい、鏡見てね、うん、まあ、それは本当にあの間違いないことやだと思うし、そういう力をやっぱり信じて、もうちょっとその介護の現場とか、うん、まあ、医療もそうやと思うんですよね。病院なんか暗いじゃないですか大体ね。うん、ちょっとそうなんですよね、暗いじゃないの、でも、いうか、はい、そうそう、でもそれは余計になるぞ、うん、なんか余計に免疫力が下がるぞっていう感覚はものすごくあって、まあ、はっきり言う、今日はもうはっきり言いますけどね。だからそんな間があるかいっていう現場の声もわかるんですけど、でも、よくしてあげたいっていう気持ちがあれば、やっぱりその患者さんの思いとか要望をちゃんと時間がかかっても支えてあげたらいいと思うんです
まあ、あの朝起きたらね、たとえ入院しちゃっても眉を描くだけで全然元気出ますから、眉ペン持ってやってあげてもいいと思うしね。そうですよね、うん、そういうことを今千代ちゃんが現場でどん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 看護師さんにも教えたりしてるということでね、うん、ちょっと写真をあのこの間出していいですか。こうなんかこういう、これかこれか、これはあれですね、学会の方です。学会の方、うん、学会で発表したやつですね。これは学会で発表したやつをちょっと、まあ一応こういう、でもこのテーマがすごくね、医療福祉現場の、これがいいじゃないですか。そうですね、これはあの私の大学院での研究を、うん、あの看護学会、看護科学学会っていう、うんうん、学会で発表したもので、うんうん、医療福祉現場のクライアントに化粧ケアを行う看護師の行動と意図ということで、うん、現場で行っている看護師たちはどんなことを意図してどのように化粧を活用しているのかっていうのを明らかにした研究をしました。そうですね、でこれ発表してもすごい人が、あ、これあの順天堂の大学ですね、看護学生200人近く、うん、でもその方々が聞いていただいて、ね、そうですね。学生はほら最近の学生もね、すごい化粧とか美容大好きじゃないですか、うんうんうん、だから看護とこの美容を融合させて、こういったケア、リングスケアってこういう新しいケアがあるんだっていうのにものすごい暗い月が、うんうん、が良くて、うんうんうん、あの授業後のアンケートとかもすごい好評ですね。なんか真面目に本当にこうやってね、真面目かっこいいですね。あ、こういうのは、うん、あの訪問看護ステーションの看護師さんたち、まさにもう在宅にね、うん、あの訪問で行ってる方たちに少しでもね、あのお顔をね少し触ってあげたりとか、綺麗っていうのをちょっとでもねしてあげるとすごい喜ばれるんですよっていうことで、うん、リングスケアのちょっとメソッドをお伝えしたりして、ちょっと一緒にリングスケアポーズをしているとか、うん、こうやっておは、あの顔の汚れの取り方、ホットタオルのなんかもお伝えしたりしています。うん、これね、ミーティングとかこういう感じでされてる、はい、これも介護施設で教えたりしています。まあ、実際本当にこうやってね、あのリングスケアというこうちょっとエプロンもちゃんとロゴが入って、うんうん、もう本当に形になってね、はい、メンバーが増えてありがたいことにリングスケアセラピストが増えてきて、一緒にやる仲間が増えて、今事業拡大しているところですね。すごいな。これなかなか普通一人でこうよしやるぞって言っても、この形にするのまで本当にめどうですか、めぎませんでしたか。めぎました。それはめぎました、何度もめぎました。もうやめようかと何度も思いました、うん、ですよね、はい。いや、僕も7年やりましたけど、もうこれを事業にしようっていうところまでいかなかった。そうですよね、みんなに無理だよって言われました、うん、最初は、うんうん、そういう美容家さんたち、たくさん活動してきてくださってた、うん、の美容家さんたちにもひたすら会いに行ったんですけど、これを事業にするのは無理だっていうふうに、うんうん、言われましたね、最初は。ね、だからもう本当にこれをこうやっぱり介護とか障害者、うん、それからまあ医療、まあ、いろんな施設の中でこういうことがいいことだっていうサービスの一環になって、これにきちっと点数がついてみたいなね、うん、ところまでいけば、それこそ政治の力もいるやろし、行政の感覚になってくる、うん、まあでもね、行政って頭固いからね、なかなかそういうところまで入っていかないっていうね、このなんていうあるんですよね、僕らもね、この美容、うん、たかが美容でしょみたいな、なんか美容のそのサービスなんかってその別もんですよみたいな ね、 そ、 うですね、そんなふうに考えるやっぱり頭の固い人は多いんですよね、まだまだ。海外ではそうではないですからね、やっぱり。確かにそうですね、あのイギリスとかアメリカとかフランスとかではもう、うん、ケアがねある程度国でね補助されてたりとか、そういったもう寄付の基金がこう大きく財団としてあったりとか、うん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 、出来上がってたりしますが、その点はちょっと遅れてますよね。遅れてます。まあ日本は本当にね、うん、そういう部分では、うん、まあ、まあ、あんまりこういう配信で嫌なこと言ったらあかんから言わんときますけど、ね、まあまあまあ、いろんな行政のね、条例がいっぱい出てきてるので、そのいい条例やったらいいけど、なんていう条例を出せるんやつよ、大体これで大体皆さん分かると思うけどね、もうそういう、
そういうことも結構最近多いんでね、余計にまあいろいろありますよね。はい。で、たとえ認知症になったとしても、自身のプライドやよりよく見せたいというのは本能かもしれませんけどね。うんうんうん、本当にそうですよ。うんうん、うん、うん、本当なんか、うん、自尊心っていう部分は、すごくこう、認知症の方って、すごいきちんと持っていらっしゃると思うので、そこはすごいキーポイントだなとは思っていますね。この化粧とか、その外見を整えるってことで、やっぱりケアを受けると、その自尊心がちょっとこう低下しやすい、ね、あの場面ってたくさんあるんですよね。やはりこう下の世話に受けたりとか、全部手伝ってもらわなきゃとか、結構そう、あの、相当ケアする側が意識しないと、自尊心がこう傷つけられる場面って結構あるなっていうふうにはやっぱり感じていて、そこでやはりその外見を元気だった頃とか、ご本人が輝いていた時の印象に近づける、それってやっぱりすごくもともと持つプライドとか、誇りっていう部分がぐっと前面に出てきて、だからその鏡を見た時の、なんか嬉しいというよりも誇らしい顔になる時があって、それがなんか、うわって、あ、すごい人生のやっぱ先輩だなと、すごいこう、ハッとさせられる瞬間でもありますね。例えばこの方なんかね、写真いただいてるけどね、こうやってケアをされた後のね、この本当に素敵な笑顔ですよね。これ、ちょっとまあ順番ちょっとこんな感じの写真、ちょっとあのこんな感じのスタッフの方々がこうリングスケアの体験をこうしていただいてる感じね、こうやって、もう手をこう握ってあげるだけでもね、触れるだけでもね。うん、そう、触れるっていうこともすごく大事にしてまして、リングスケアでは、うん、やっぱお顔に触れていくっていうのもすごく、このお顔って人のね尊厳が凝縮されている部位だと、あの小林照子先生から私は学びます、うんはあうん、あのお顔にこうあの敬意を込めて触れるっていうところを大事に、うん、すると、それがやっぱり伝わるんですよね、ご本人たちに。素敵な笑顔で、ですごくお肌もなんかすごく生き生きと綺麗ですよね。まあシワはシワは出てきては当たり前ですけど、年齢がいけばね。だけど、いいシワですよね、なんかね。うん。幸せなシワ。幸せなシワ。幸せ。そうそうそう。そういう意味で。うん。いい感じですよね。で、この眉もちょっとこう描いてあげたりしてるんですね。はい、方面に入れて、そうですね、うん。下地クリームとフェイスパウダーとかで仕上げます。うん、これきっと、まあ、あの同じビフォーアフターはございませんが、まあ、多分あのこの方のこう息子さん娘さんとかその施設で一緒にいてる方は、うん、うわーってみんな拍手してるんですよね、いつも、まあ、そんな変化っていうのはあって、まあ ね、でそれにそのご本人が一番それを喜ぶっていうね、うんまあ、瞬間ってもあるんですよね。で眉を描くとやっぱりなんかシャキッとするっていうのはこれはもう本当にね、あの、うん、男性もそうですけど、この間も僕言ったんだけど、うん、だいたい人前に立つ男性は眉描いとかなあかんよってね、年齢いけばいくとこう眉がなくなっていく人多いからね、描いといたらやっぱりかっこいいんですよね、凛としてね。僕も今日描いてますけどね。いや本当にこの眉ね、僕描いてるんですけど、描かなかったらね、丸眉みたいにこう下がっててね、本当にね頼りない顔になってるんですよ。あの白髪混じりでね、もう白髪でこうなんていうかな、密集してるところとそうないところがこうムラが出てくるんですよ。はいはい。そうなると、うん、眉のこの総額的に言うとそういうちょっと切れ眉って言って、うん、眉の中にそういう切れた部分があると、うん、やっぱりね運気が下がるんですよね。まあ、結構気にしいやから、そういうの全部いろんな文献いろいろ見てるから、眉は本当に大事でっていうことを僕はもう常にみんなに言ってます。はい。そうよね。だから僕一番最初6年前に会った時に眉をしっかり描いてましたよねっていう話 で、 そうです最近やっぱり眉になりましたね。変わりましたよね、眉毛でね、あの人生も変わったかもしれない。変わるんですよね、本当に、うん、この今これはヘアのヘアを何か整えてヘアもやってあげたんですよね。これは障害児の施設の子たちに、うん、重症心身障害児の子たちとそのお母さんに向けてのイベントで、うん、あの普段ねやっぱり自分のことが後回しになっちゃう、うん、お母さんたちをまずきれいにして、うん、その後子どもたちもちょっと可愛くして髪の毛もやって一緒に写真を撮るっていうようなイベントをお手伝いさせてもらった時の、うんうん、もので、うんね、
すごいやっぱ親子で喜ばれて。そうですよね、うん、やっぱりあのもう今のどんどんこうあの混ぜてますからね、メイクなんかもう小学校1年生ぐらいからやる人もいるからね、お母さんのね、見て本当にやりますね、小学生からやってますよね、しおりさんがコメント、地方は保守的でなかなか新しいことは受け入れないのが現状だそうって来てますね、うん、そうね、確かに岡山、あのしおりさんは岡山で僕は和歌山ですけど、和歌山も本当に地方やからね、うん、いや本当に地方ほどそういう部分が頭のなんていうかな柔軟性のごめん言ったら怒られるけど、やっぱり、うん、新しいことになかなか取り入れないですか、前例がない、前例がないで終わりですからね、前例は作るもんでしょって僕言うたからやっぱすぐ言われたでももうなんか人だなって思います、一人のたった一人でもいてくれると変わっていくなって思うので、地方でもたった一人の本当に話を聞いてくれる行政の人であったりとか、まあ、医療機関の人、施設の人と出会えたら、それは変わっていくんじゃないかなって思います。うんうん、いいフォローしてくれましたね。地方に決めていただきませんな、僕も。そう、本当に人で変わるなって思います。まあ、あの全てではないですよね。うん、人によって変わる。うん、そうか、まあそう考えたら、まあ僕もこの和歌山の地方でこんなところでメイクしてたら絶対無理って言われましたけども、まあ何やかんや言いながらね、今のジェイマンの理事長までね抜擢させていただいてしてね、もう超有名人ですよね和歌山だと。ヒデさんなってしまいましたよ、なってしまいましたよ、ね、もう、うん、和歌山の人みんなヒデさんのこと知ってますもんいやいやもうあのそのうち化粧師であの政治に出ましょうかってとてもじゃないです、僕そんなんは無理ですけど、まあ、仮にいや本当に、ね、何かをこう革命を起こしたいよね、いろんなことでね、こういう業界でもね、うん、あ新しいですね、いいです、ね、うん、いえいえ、あのまあそういうことでね、今日はいろいろと何か書いてくれてたらごめんなさい、褒められることは年老いてもおしゃれですけど、若いですね、言われて嬉しいものですね、そう、マサラさんもね、まさしくあの、まあ、年齢ちょっとよく似てると思うんでね、これ分かりますよね、うんうん、逆にこう男性の人もどんどん年齢いけばダンディーでかっこいいとかね、こうやって言われるとか、うん、若々しい、うん、若作りってちょっとまた違ってね、若々しいって言われて嬉しいですしね、うんうん、私も今年67歳になります、全然先輩じゃないですか、67歳になりますが、そう言われるとハイテンションになりますよね、確かに、うんうんうん、そうですよね、まあ、あのずっとマサさんおしゃれですからね、まあ、こういうやっぱアーティスティックにこう生きてる人ってなんだかんだこう身だしなみもそうだしね、いろいろと美に関する、ね、興味ってありますよね、美意識高いし、ね、うんうん、なんか私の客に、まあ、あの97歳のおじいちゃんいるんですよ、97歳 おじいちゃんが大正生まれ、でやっぱりあの全然普段はもう入った、私が入った時も全然誰も顔なんて触ってない状態、もう鼻毛も伸びっぱなし、眉毛もすごいことになり、もう髪の毛ももうひどい、手も爪の間はなんか汚れてる、でそれを全部きれいにする、眉毛もカットして、鼻毛もカットして、肌もこうで手入れしたら、でずっとオールバックにしてたんですね、まあ、お料理人さんだったんですけど、でもやっぱり鏡見るの嫌だよって言ってたんですけど、かっこよくなりましたよみたいなことを私がいっぱい言うと、めちゃくちゃ元気になりましてもう部屋から出なかったのが、ちゃんとお部屋から出て食堂に行って自分食事をするようになったりとか、もう見た目もこう小綺麗になるんですよね、その化粧もしないですけど、週に1回お肌の手入れと、その眉とか鼻とか手とかっていうのを全部綺麗にすると、なんとなく小ざっぱりとした印象になるので、なんか周りからもこうスタッフからも声かけられやすくなったりとか、少し自分にもちょっとこう自信みたいなのを、すごいこう変わってったな、今も毎週通ってるんですけど、男性もすごい大事だなってそんな思いますね、まあでも本当にそのなんていうかな、あの化粧ってっていう言葉はなんか男性には関係ないって思うかわからないんだけど、もともとその化粧っていうのはあの江戸時代に気配っていうとこから来てますね、気配っていうのは気を配るっていう気配っていう言葉から気配に変わって、その気配が今の化粧っていうことなんですね、だから
気配ってことは何かというと気を配るだから、うん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 、一つのまあ、人に対する思いやりとか、たしなみとか、そういう文化だったんですよ。はいはいはい、だから、ケワイ坂って鎌倉にもありますけども、はい、要は、その、神様に会うために、まあ、まあね、整える、心を整える、身支度を整える、うん、そういう意味の、まあ、ケワイっていうね、ところが来てるらしいですね。だから、まあ、女性も男性もあるんですよ。うん、要は、その、大切な、まあ、神様が一番大切だと思ったときに、うん、その大切な人に、うんうん、会いに行くときにね、やっぱりちゃんと自分の身だしなみを整えるとか、うんうん、それのときに化粧っていうのがあると思うんですね。はい、男性もそうやと思います。いや、そこだなって思います。やっぱやっていて、うん、自分が、まあ、綺麗になって嬉しいっていうよりも、なんか、誰かのことを思って綺麗でいたいっていう方が結構多くて、うん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 、なんか終末期でもうちょっとこの方化粧無理なんじゃないかっていうおばあちゃんがいたんですけど、うんうんうん、それでも化粧したいっておっしゃるんですよ、うん、酸素も出てて、うん、もう目もすごいくぼんでもうおへそもこうガリッと細くなってて、うん、はあ、はあしてるのに化粧したいっておっしゃった方で、うん、なんでお化粧したいんですかって聞いたら、毎日夕方に娘が会いに来る、うんうんうん、がそのお化粧して綺麗で明るいと娘が喜ぶんだっていうふうに言ったんですね。なんかそれを聞いた時に、あ、お化粧って自分のためだけじゃないんだなって、うん、周りへの本当思いやりであり、元気だよ心配ないよっていう、なんかそういったのをアピールするあのツールにもなるんだなっていうふうに思ったので、看護師の時だったら化粧なんて、その状態の人に化粧なんて絶対さす、あの、進めないような状態なのに、もう今は聞いてやりたいって言ったら、それをサポートするような形で今関わってる方がいらっしゃる。うん。うん、まさに今の、けばいだわって思いました。うんうん、だからまあその気持ちっていうのは僕もだからずれてないんですよ。共鳴で中小さんがやってることにも共鳴するし、うん、まあ、僕自身もコミュニケーションメイクっていう名付けをして活動27年やってるのはそういうこともあって、うん、コミュニケーションっていうことは自分の顔を作ることによって相手とのコミュニケーションが図れる、良好に図れると思ってるんですよね、はいはいはい、それは今言われたように言葉がなかっても自分の顔がちゃんと整えておけば相手に失敗かけない、うん、元気である、うんことを自分が表現できるし、うんうんうん、逆に自分が癒し顔を作っておけば相手を癒してあげることができる、うん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 、で、強いお母さんを演じたかったら整える、凛とする、うん、そう子供さんたちがなんかこうお母さんが頼りがあるっていうように、うんうん、顔一つでいろんなそのなんていうかな思いを表現できるっていうの、そういうことを僕、うんうん、まあ、具体的にコミュニケーションメイクっていうのに総合入れてるわけですよ。はいはいはい、あ、まさにそうですよね。なんか、うん、まあ、トレンドとかいろんなことは美容業界で言うと化粧品販売 の、うん、まあ、あの別に悪いことではないですよ。いろんな業界があるからそれはそれで全部 OK だけど、うんうん、まあ、まあ、一般の方々がそういうなんか自分を置いといて、うん、いろんなものに振り回されすぎ、うん、そうですね、迷子になりますよね。情報がすごいから多すぎて、はい、病院に入ってちょっと自分が元気なかったら元気になるからメイクをさせてくれということを堂々と言ったらいいと思うんですよ。そこまで年齢頑張ってきて70、80になって今まで苦労されて頑張ってきた人生で最後にそんな人にね遠慮せんでいいと思うんですよ、うん、医療の現場であったとしても、うん、だから、ね、チフちゃんみたいなそういう人がいてるとそれを全部聞いてくれるじゃない、うん、そうですね、そと思ったんですよ。だからそういう要望をね、要望聞いてあげてやりたい人はやるってみたいな。そうですね、なかなか自分からは言えない、うん、言い出しにくい部分なんでしょうね本当は、うんうん、気になっていることだけども、うん、こんなこと言っちゃ悪いかなみたいなのが。あ、ごめんなさい、ちょっとコメント遅くなりました。はい、よしこさんもね、うん、94歳。よしこさん、この間、ちしおちゃんとも会ってるからね。よしこさん。東京で一緒にね、はいはい、ご飯食べて、94歳で亡くなった私の祖母ですが、亡くなるまで毎日スキンケアしていました。
眉ペンシルと口紅はなくなると頼まれて、私がこう、これを、素晴らしい、ね。素晴らしい。いや、娘さんいるといいですよね。で、こういう、そう、その、なんていうかな、理解を、まあ、協力してくれてる娘さんばっかりだったらいいですけど、うん、まあ、何をそんなこと言ってんのっていうこともね、やっぱりボランティアの時あったんですよ、昔。まあ、今はだんだんね、その理解が、うん、進んでると思うけど。した気がします、うん。そう、当時はそんな、なんか言われましたよ、だから。うん、そうです。ペンなんか渡さんといて、口紅なんか渡さんといて、なんか怪我するとかね、なんか、マイペンで、そう、怪我するとか、口紅あれたらどうすんだとかね。うん、まあ、そんなこといっぱい、やっぱあるわけです、壁っていうのがね。うん、でもこれはいいですね。そう、確かに、でも確かに言ってましたわ。先生、マイペン、私の、うん、あそこへ、あれ、なんて言うんかな。棺。亡くなった人が次に入れた、足が入るときに同時にマイペンも入れといて、あの世で書くからそういうこと言ってた。そういや、元気なその頑張ってるおばあちゃんたちはそういう言ってた、笑いながらね、言ってました。懐かしいな。ああ、そっか。自分自身に自信と誇りを大切に、関わる人たちを真心を込めて接する、これがと、おお、僕のライフワークですかねって書いて、いいじゃないですか。いいこと言うてますね、マサルさん。すごいね、ライフワーク。ありがたい。最後まで一人暮らし。裏に息子家族は住んでいましたが、で、元気で素敵な祖母でした。ご自宅で見とられたのか。うん、90でも94って言ったらそれで一人でね、まあ、でも、うん、まあ、ちょっと言葉は悪いか分かりませんけど、まあ、PPK 運動 NNK だったんですよ、僕らがその、うん、ピンピンコロリそうピンピンと年々コロリっていうね、そういう、まあ、ちょっと一つのボランティア活動してる時にそういう言葉キーワードがあって、やっぱり誰しもピンピンコロリね、惜しまれてなくなりたいってやっぱりみんな思ってると思うんですね。つながれてもなんか蛍光灯のようにいつ切れるかわからない、ピカピカついたり消えたりついたり消えたり、そういうのが私ら嫌なんよっていうことをよく言われてました、そういう人が。だけど命は大切やから、ちょっとでもやっぱり延命処置をするっていうのは、これまあお医者さんが分からせたらそうやと思いますけどね。うん、でも本人としてはやっぱりピンピンコロリ元気で、いつまでも元気でいきたいっていう言われてるから、ね、うん、まあ、こうやって一人暮らしで、ね、介護もされずに元気に94までってすごいですよね。まあ、こういう人ばっかりだったらね、医療費もいらないしね、いいのになって思いますよね。はい、まあ、ちょっと話はそれて申し訳ないですけど、うん、それと自分の美意識を誰に何と言われようマイペースですかねとか、うん、そういうことですよ。美意識は誰に何と言われようと、これはちょっと僕にもちょっと似てるかな。僕もそうですね。そうか、まあ、僕も結構そうです。誰に何とも言われよう。ちょっとぐらいは。そう、まあ、遠慮はしてますけど。遠慮してんだ。もうやっぱ遠慮してる人が多いかなっていう印象はありますね。まだ今のご高齢の方と、うん、特に女性、今の、うん、80代90代の女性はやはり周りを気にしながら、あまり目立っちゃいけないとか、周りがしてないからそんなお化粧なんて私だけするのもっていう方は非常に多いなっていうふうには感じますね。まあ長年その価値観でずっと何十年もそう来てたら、急にそのね、そう、年齢いったから化粧みんなやりました。自分らしくなんて結構今言われますけど、うん、今更そんなこと言われてもみたいな感じの方が多いんじゃないかなっていうふうには、うん、思いますね。まあね、でもこれも何、まあまあまあちょっとこう、ずっとこう、まあ、政治的な話になってしまうけど、やっぱり今の日本って、なんで元気がないかって、教育はすごく間違ってると思うっていう人多いんですよ。うん、そうね、間違ってる人はおかしいけど、教育の仕方がもうあまりにも過保護になりすぎて、なんかこう、うん、授業して、どの子どもたちも同じ枠の中で、まあ、点数をこういうふうに取っていって、偏差値だと、うん、でも個性なんか磨かれるはずがないという感覚になってるわけですね。うん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 、それがずっと何十年も来てるわけなんで、もちろんどっかでこれを変えていくためには、まあ、教育から変えていくっていう人もいてますよね。まあ、僕はそれ賛成なんですね。そうですね。ルールとか枠組み変えたところでなかなかね、
結局子供がだんだん大人になって大人がその社会を作っていくわけから、その子供の頃、うん、教育がどうなっていくかっていうのはどっかで変えていかないかなと、そんな風に思ったりします。なんか話は飛んでしまいましたね、子供のだから僕子供さんにメイクをするっていうそういうのが大事っていうのもあると思うんですよ。自分らしさのメイクとかね。今若い子たちがどんどん本当若年化してるじゃないですか、お化粧始めるの、それはヒデさん的には賛成？全然いいですよ。え、そうなんですね。全然いいです、はい、そうか、なんかほら、うち3人いるじゃないですか、娘、うんうんうん、でやっぱりもう中2中1小3中上2人中学生なので、もうどんどんほんとお化粧し始めるんですけど、なんか素肌で綺麗なのにもったいないみたいな気になっちゃって、あの、うん、なんでそんなことするのみたいな気になっちゃったり、あとなんかその外見美にばかりとらわれちゃうのがもったいない気がしてしまうんですよ。まあ、私たちもよく言われて外見よりも中身だっていうふうに言われて育ったのもあるかもしれないんですけど、まあそうやね、それはでも一理あると思うんですけど、まあ僕からすると、一番どん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 若い時って感性が、今ほら何でもそうですけども、将棋の人らも将棋のあのね、八冠取った人、藤井さんとか、もうどんどんこうやっぱり能力がどんどん何や若いとこから開花してる人、確かにね、だからこの美容業界もどっちかというと一番感性の高い若い方々のやっぱ能力っていうのはどこでそういう発揮するか分からへんわけですよ。それは今千秋ちゃんが考え、大人としての今までの常識の中でのものやと思うんです、考えは。はいはいはい。でも今の子供の中からすると、子供のいろんなその感性っていうのはメイクは塗るもんでっていうふうに思ってる大人からすると、その子供からすると、メイクって自分の顔をどういうふうに変えれる楽しさがあるんかって、もしかしたらワクワクしてやってるかわからない、ね、いやしてると思いますよ、めちゃくちゃ楽しいです。それをブレーキかけてしまうと、そのワクワク感とか好奇心とかアーティスティックな才能が伸びなくなるって僕は思ってる。そっか、感性ね、感性磨いてる最中だと思えばいいんですね。そう絶対磨いてると思うよ。確かに、あの、メイク例えば3歳4歳から本日やっちゃあかんのって言ったら、それはあかんって決めるよね、普通大人はね。3歳はちょっと肌に悪いやろと思うよね。思っちゃいますね。でももしその3歳でも子供がずっとやるような時代がもし来たら、10年後20年後に来たら、3歳に合わせたメイク品が開発されてるはずなんですよ。極論言うとそういうことなんですよ。あのおむつでもそうですよね、あの赤ちゃんのパンツ、赤ちゃんのあれもありますよね、いろいろね、赤ちゃんの。だからまあそれ一気にそこまでいかないと思うけども、じゃあ何歳からそれやったらいいんですかっていう基準がないじゃないですか、まあ、性教育もそうですよね。今性教育を何歳からじゃあ性教育やるんですかって、これはもう個人の環境によってみんな違ってくると思うんで、それはもうお母さんの責任やと思うんで、責任でやるかやらさんかはもう自分の感性で子供さんを育てるっていうのもこれ正しいと思う。そうか。ちょっと今日は変なこと言ってしまったかな。変なこと言ってないけど。いや僕はもう本当に素直な気持ちで言ったんです。自分の娘ももうあのもう今30とか27か8か、もう若い僕このねやってる時に仕事しながらやけど。毎ペン削ってくれたりいろいろやってたからね、小学校1年。本当ですか？もう内職させてたからね、その頃。すいません、話は変わってしまいました。で、まあでも今、おいくつやったかな、千秋ちゃんとこ。40になりました。あ、私じゃなくてね、子供ね。40、とったまげればそんな、自分で白状してた、今。コメントどこまで行ったかちょっと待ってくださいよ。僕は幼い頃から世間に流され、自分の世界、趣味を、この年まで変わらず捉えてきました。日本人はとりあえずかける、もっと自分を持ってほしい。お前そのあたり僕とお願いね。お前そう思いますよね。はい、こんばんは、久々に視聴させていただいてますっていう、お顔がちょっとわからない。また後であのね、誰かもしお名前が出たら名前を教えてください。また確認します。しおりさんが最近はメンズ美意識も高いですねと。スキンケアは、スキンケアは女子以上に興味がありますね。うん、まあ、あの次男さんもね、翔太君も最近すっごくパックやりだしたりとかね。
ああ、やってますよね、うん、男の子も本当に。うん、うん、もういいことやと思いますよ。そうか。ね、そっかって、なんか、ちじおちゃん、なんかさっきの僕の、あの、言ったことが気になるんで。いや、男の子の、若い男の子のメイクもそうか、なんか、ちょっと、やっぱり、どっか抵抗がある自分がいますけど、もう、でも、そういう時代ですもんね。そういう時代ですね。うん、僕、これ、今、ネイルもしてるんですけど、おこのネイルも抵抗あるんですよ、周りから。いや、見られてるの分かるんです。ですよ、うん、この、うん。あるんですよ。だけど、うん、自分が例えばここにこのなんていうかな爪さっき言った爪になんか爪垢があるとか爪がすごくボロボロやとかっていうのを、はい、やっぱり僕らこの美容のなんか仕事でやってる人を見てると、うん、やっぱり綺麗にしてますもん若いアーティストなんか見てたらじゃあ僕60やからってやったらあかんのかってなりますよ同じ美容の仕事してるわけやからやっぱり若い人にはやっぱり学ばなあかんなと思ってちょっとやってみたりとかあそうですね、うん、でプロでするとどうしてもちょっと怖いね、主張が強すぎるから怖がられると思うんで、被害してるみたいになるんで、うん、ちょっとこうベージュっぽい色とかに少しやれば、今度商品持った時に。ああ、本当だ、ベージュだ。もう、あの皆さんに笑われるかけど、僕の今持ってる。え、この、すごい、私よりも。これ僕の、僕の分だけですよ。毎回メール返ってしまう。メールですか。で、あの、アロマとね、アロマとかいろいろとね、はい、全部、いろいろやったんです。自慢してしまいましたけど。まあ確かにメイクはアートですね。男と女がいる限り、恋愛出会いに不可欠な人類、保存繁栄のツール。飛躍しすぎるから、それはちょっと人類、保存繁栄のルール、ツールって、これは面白い。なかなか面白いトークですね、これ。男と、もう今男と女がいる限りって、ここの男と女っていうのもちょっとね、デンジャラスの、デンジャラスじゃないわ。曖昧になってきてますからね。なってきてるからね。うん。デンジャラスや。もう本当にボーダーラインってどこがどうやって分からないようになってきてる。分からないですよね。ね、うん。まあちょっと話はね、飛んでしまいましたけども、あの、ちしょさんがやってる、その今のリングスケアの、ごめんなさい。話戻す。こんな話までしててあれですけど、でもネイルの話出ましたけど、はい、ご高齢者の方、ネイルが一番やっぱ喜ばれるのは、自分の手を見るから。見えるからね。うんうん、メイクの場合は鏡を持たないと見えない、ね。そうですね、うん。だからネイルって一番早く手をこうきれいにしてあげるのが、すごくね、うん、早いって言いますよね。視覚がね。うん、まあそういう部分では、ネイルもいいと思いますよね。いいですね。あの病院の患者さんたちにもすごいネイルは、ね、あの人気でしたね、うんうん。長く持つし、うん、見て楽しめるし。うん、はい。いや、ちょっと話題をじゃ変えてですね。はいはい。もう、そのメイクの話をちょっと、もうちょっと やった後にですけども、うん、なぜこのリングスケアという、なんかこのご高齢の方々の、うん、なんていうかな、道に入ったかっていうのはちょっとこうお父さんとのそういうあれもあるんじゃないですかっていうのをちょっとプロフィールからそうですね、うん、プロフィール書きましたっけあプロフィールねいただいてるんやけどこれちょっとあの言葉になかなか文章が長かったんでなんかご自身でストーリーをお話ししてもらえたらねそうですねそう私が中学3年の時に父を亡くしてこう、うん、がんが見つかってでから1ヶ月半ぐらいで亡くなっちゃって、うん、その最後あもう助からないんだっていうの分かってたんだけどもあんまりこう声かけたり肌に触れたりこうすることができなくてすごい後悔が残ったんですよね、うんうん、でなのでそういったもう二度とこう自分の大切な人とか誰か大切な人を亡くす時に後悔を残してほしくないっていう思いで看護師になったんですよ。なので、看護学生の時とかもずっとその生と死について考えるゼミとか、死生観とか、そういったのゼミとかが、に入ってたり、そっちの方にばかり興味がありまして。うん、だから、大学病院の中でも高齢者が多い病院にあえて就職したのも、やはり高齢者っていう名前がつくから、そういったケアができるんじゃないかなと、その、元気に治療して元気になって退院するっていうよりも、やっぱもう、
最後がそう長くない方に対しての治療とケアの融合みたいなのを学べるのかなって思って就職しました。でもやっぱり実際病院なので最後の最後まで治療してたんですよね。うん。でどんなご高齢であってもやっぱりこう当時はね、特に当時はご本人の意識がなくてもずっといろんな点滴につながれて苦しそうに治療し続ける姿があって、そこですごくこうなんかなんとかなんかモヤモヤとするものが、これって本当にご本人にとって幸せなのだろうかっていうのとかも、あったっていうのは事実ですね。まあ理想がね、さっき言ったそのケアをしたいけども、したくて高齢者のところに行ったけども現場はそうではないと、もうとにかく目の前のこと、治療作業ばっかりみたいなね。そう、治療をなるべく続けれるように、ね、時にはこう、ミトンみたいなのをしなきゃいけなかったりですとか、ちょっと苦しい思いをさせてしまって、吸引とかこう管をたくさん入れたり、で、苦しい思いさせてしまったりとか、あんまりその、ケアで笑顔になってもらうっていう時間ばかりは取れなかったですね。でも、その中でも、やっぱり髪の毛を洗ってあげるときとか、立法浴って言って寝たままお風呂に入れるとか、そのケアがすごい私好きで、その時間、やっぱりすごい頭洗ってもらった時とかすごい気持ちさっぱりしたって言ったり、お風呂でもあったかいって言ったり、やっぱそういう苦しい治療の中でもそういった瞬間があるっていうのは、あ、よかったって思えた新人看護師時代でしたので、今のやってるウィングスケアも、ああ、気持ちがいいっていうのをたくさん言ってもらえるんですよね。やっぱりお顔をゆっくりマッサージしたりとか、背中をさすったりとか、手をマッサージしたりっていうと、ああ、気持ちがいい、生き返るわっていうのをたくさんいただく仕事なので、だからすごくその私がやりたかったケアと今のものがすごいつながるなっていうふうに思っています。いや、もうね、6年前に終わってからもずっとそのブレずにね、ずっとこうやってる、なんか普通って言ったらもうめげたくなるような現場のこともたくさんあると思うんですよ。同じ境遇をちょっと知ってるんでね。でもそれをこうちゃんとこうめげずに形にして会社設立までし、それからこう商標登録までね、こうやってやっぱり入れる。この一つの言葉にね、やっぱ魂を込めてね、リングスケアっていうね、やっぱりストーリーですよね、これもね。だから、いろんな看護師さんいらっしゃいますけども、やっぱりどうせなら僕こう師匠ちゃんみたいな人に会いたいと思うもんね、やっぱり実際本当に。でそんな看護師さんと出会った、その何かもし最終的な時でも、その1年間、治療を受けていただいてる間に、そういう時間があっただけでも幸せやよって言って、お互いもそうなると思うんですね。そういう話を聞いてると本当にね、なんかドラマか映画になってほしい感覚でそれがどんどんこう波及してほしい。こういうことって、実際こういった時はライブ配信でやってますけども、まだまだこういうの理解足らない人は多いと思うし、もう病院やったら仕方ないやん、もう早く治して西洋医学で治してどうのこうのしなみたいな感じの人もやっぱ多いと思うしね。そういう部分はあるんだけど、この今千尋ちゃんのやってるちょっとこういうね、リングスケアとはっていうのをちょっと簡単にね、この一過性のもんでないですからね、これをなんかこう。そうですね、こう一回単発で終わるっていうものではなくて、やはり継続的に関係性を築いてって、そしてその人と深く関わっていき、その方の人生に伴走していくっていうようなイメージのケアなんですね。で、そこでやはり大事にしているこの5つのステップがあって、まずその人自身を知っていく対話をして、で肌に触れることをして、整えて、でちょっと彩るっていう、日常の中に小さな変化をもたらすっていうところ。そしてやはりケアとか医療っていうのは、本当に一人一対一でできるものではないので、それをご家族ですとか現場スタッフと一緒にこう共有して、で日々のより良いケア、治療につないでいっていただくっていうような形でやっているのが、このリングスケアなんですね。
だからすごくそのチームでっていうね、あのまあ僕この間ほら、あの中小社のセミナーに参加させてもらって、また10月にもセミナーあるんですよね。ぜひね、あのこれ受けていただけたらと思いますね。僕もあの受けさせてもらったんやけどね、すごくね、なんか表面的なことでなくって、なんかこう魂に響くっていうかな、そういう流れがあるんですよね。で、現場のことを、いろんなことをやっぱりもっと知っておくと、うん、まあ、あの、ご両親を、まあ、僕はもう見とった、介護もして見とった、うん、そういう経験があるんで、うん、今も見とってからもう10年ぐらいになるんや、うん。それでもやっぱりね、もっとこうしておいたらよかったって、やったつもりなんですよ。親孝行したつもりの、一世いっぱいやったつもりなんだけど、それでもね、やり足らんと思うんですよ。ああ、やっぱ思いますよね。思うんですよ。十何年も病院へ、介護施設に入って、そこからも病院になりますよね。肺炎起こしたりするから、病院へ。十何年でしたけどね。その十何年ずっと、まあ、通ってたわけですよ、病院に僕らもね。うん、あの両親二人ね。で、その時の、うん、確かにその時にこういうメイクの、僕一応健在な時はメイクしてあげたりして喜んでたからね、うんうんうん、そういうサービスがその施設にあったらどんだけもっと喜んだかなとか思ったりしますもんね。そうですね、うんうん、やっぱ人に触られたりとか、うんうん、声をかけてもらったりとか褒めてもらったりとかっていうのがだんだん遠のいてきちゃうので、うんうんうん、日常介護が必要になると、うん、そういうのがあると、うん、そのね、あのかといって今現場でされてる方がね手を抜いてるっていうことを言いたいわけじゃないんですよ、うん、ただまあその、うん、あのもうこんな限界でやってるっていう人らばっかりだと思うんですよ現場で、うん、だからいろんな行政 をひっくるめていろんなところでやっぱり介護の人数もいるやろうし、まあ、こういうあの思いがね共感してくれる人が増えれば増えるほどそういうサービスもね単発ではなくね継続的にやっていけるできるものがあればいいなって本当に思いました。まあ、これを前例がないというところを前例を作ってね、チーフ社が今やってるわけなんで、はい、この前例が東京でまさにできたら、千葉でできたら、今度はそれが今度波及する。そうですね。で、そういうね、あの認定講師みたいな、まあ、あのそういう資格を持ってる方々がどんどん増えてるらしいわけですよね。そう全国に増やしたい、全国に増やしたいっていうね、この夢も大きいんですよね、チーフ社のね。夢が大きいです。そうなんです。いや、ちゃんとあの言っといてください。そうしたらそれを応援する人増えますから。そうですね、この医療介護資格を持ってその化粧とか美容の技術を持つリングスケアセラピストっていうものをこう養成して本当にその心と外見のケアができるっていうような、ね、人たちが全国に広がっていけばあの治療中であっても介護が必要であってもその自分らしさを諦めずにね、うん、その人らしく最後まで生ききれるそこを伴走できるんじゃないかなっていうふうに思っているので、それをあのまず育成するのと、そういった場、その人たちが活躍できる場を私はもうこれからは作っていかなければいけないので、そちらを両方、両軸でやっていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。はい、ね、で、その今、もうちょっと詳しくっていうときに、この、インスタの方では、このリングスケアというね、あのインスタ。はい。これを、バナーを、バナーというか、その QR コードをちょっと今貼りますね、上に貼りますね。ちょっとここを撮っていただいて、まあスマホで撮ってもできると思うので、撮っていただくとですね、まあこのリングスケアのこの活動のページに出ます。で、ここにこういう、これかな、9月25日、これじゃない、あ、ここや、ここや、ここにあるわ。9月ウェブセミナーに、ここに僕参加してますね。あ、そうですね。そこヒデさんいますね。はい、いますね。はい。いますね。だから、この、あの、ぜひぜひ、ちょっとこう、聞いていただくと、1時間ぐらいのセミナーかな。ね、1時間半ですね。90分。かな。はい。まあ、すごくいろんな資料を見させてもらったりね、しますので、ぜひ、はい、こちらをチェックしてみてください。はい、でコメントの方もね、ちょっと、あの、えっちゃんからもくれて、ごめんなさいね、えっちゃん、遅くなりました。ネイルもする。ヒデさん素敵ですってね、ヒデさんの美意識とプロ意識の高さは抜群です。ありがとうございます。いやいや、あの、えっちゃんにこの間あのサロンで会った時に、ヒデさんツルツルやんって言うから、うん、朝と晩と毎日あ、朝晩のパック2回やってるんですよ。すごい。すごいね。で、私もやりますって言うたけど、でもね朝晩2回やるとね、すごいやっぱ変わりますよ。朝晩2回はできない。
忙しいよ、確かに。でもね、めぐみさんっていう本が、めぐみさんの本が今、ね、はい、出てて、その中に書いてたんで、はい、じゃあ、うん、で今それがあまりにも、売れてますよね。みんなに発表したんで、売れて、もう、はい、もうダメです。そのパックが買えなくなってきて、本当ですか。あ、そうなんで、もう指定されてる、あるんですね。そう、あるんですよ。だからそれを見てね、やるんですけどね。すごいですよ。僕も今まで入院もし、したことはなかった。年を重ね、数回入院しただけど、綺麗なのさんの後とか引き合いにしております。いや、ほんまに天使のようなね、もうあの、天使と思うわね。あの、天使が舞い降りたっていう感じやな、地上じゃないな、多分ほんまにそんな思われてんちゃう。思われますよ、看護師さんたち。最後までその人らしく生きられる本人だけでなく、家族にとっても大切ですね、うん、とね。うん、はい、家族を含めたケアですね、リングスケアは。看護師さんに僕の Facebook の投稿を見せると、わあ、おしゃれって一緒に喜んでもらいました。まさるさんも自信満々やから、もうあの自慢したってしゃあないんですよ。確かにでもいろいろと本当にね、アートなね、作品みたいな、なんか写真いっぱい出てますんでね。はい、ということで、まあ、ちょっと時間もね、ちょうど8時回りましたんで、あっという間の1時間でしたでしょう。そうですね。どうですか。もっとしゃべりとらんかったんちゃうんですか。いや、大丈夫ですよ。楽しかったです。この後まだ3人のお子さんの、晩ご飯作らなきゃ。大丈夫です。今日はパパがやってます。パパがちゃんと、あ、そうですか。まあ、人生の格言というのはいつも聞いてるんですけど、そこら辺をじゃあちょっと聞いて終わりましょうかね。格言、うん、自分のために咲かせた花がいつか人を癒す花になる。いいね。これを選んだのはもうやっぱり何かあるんですか。そうですね、会社を設立しようって思った時にものすごい悩んだんですけど、これまで7年間個人でやってきた、ね、そこでやっぱ会社にするっていうのは結構な勇気と覚悟が必要だったんですが、そもそも一番初めやっぱり自分の大好きだった父親にできなかったっていうその思いから始まったこのケアだったので、どちらかというと誰かをこうしたいとか社会を良くしたいとか、それよりもなんか多分自分自身を癒したかったのかなっていうのがどっかで私の中でも気づきとしてあって、このケアをしながら、まあ、自分もこう癒されてだろうなと思って、自分のためのケアでもあるんだろうなっていうのを個人でやってる時はすごく感じていて、だからそれってでもちょっとそれをなんか会社にするのとか、あの押し付けがましいかなとか、すごい自分本意かなっていう迷いがあるときにこの言葉に出会って、うん、自分のために咲かせた花だけど、それがいつか人を癒す花になっていくっていうの言葉にちょっと勇気をもらいまして、うん、スタートはその自分のためだったけれども、うん、今後はこう社会の中でのリングスケア、皆さんが求める形のリングスケアに変化していったらいいなっていうふうに思っていて、もう私のリングスケアから手を離そうっていうふうに設立するときに思ったんですね、うんうん、皆さんが求めてくださる、社会が求めてくれるこのリングスケアの形、私のガチガチの思いだけではなく、うん、本当に苦しんでる人たちとか現場の人たちに合わせた形で変化していって、そしてそれが癒す皆さんを癒せるような形になってたらいいなっていうふうに思った言葉でした。ああ、はい、素晴らしいな。なんかこの知性者のこう話し方を聞いてるとね、なんかちょっとなんかこう、足なまなちゃんって知ってます？知ってますよ、うん、ここに。なんかすごく聡明な喋り方するなと思って聞いてたんですよね。ありがとうございます。すごいね、もう僕みたいな言葉もボキャブラリーのない僕からすると、すごいなんか、感動しました、そのだけで、なんか話聞いてると。そういうこの格言を選んだっていうか、それに出会ったっていう、そういうなんか物語があったんですね。うん、そうですね、すごいこう、後押ししてくれた言葉です。うん。自分を癒すって大切ですよね。結果、人も癒すことにつながるように感じました。いやー、本当にね、いい勉強になります、うん。ありがとうございました。大変勉強になりました。ということでね。
はい、本当に素晴らしい1時間でございました。もうね、いっぱいいろんなことを感じることあると思いますしね、この後あのアーカイブで見ていただく方もね、多分そうやと思う。ちょっと思いますね、もう一つコメント、私もケアをしていて自分自身が癒されていると感じていますということでね、あのお顔出てないんですけど、また後でねアーカイブあの見てコメントさせてもらいますんでね、はい、ありがとうございました。じゃあもうあっという間の1時間過ぎましたんでね、この辺でまあ終わらせていただきますけども、あの千秋ちゃんね、あのちょっとこう緊張感もこれでようやくもう終われると思ってね。ね、そうです。最初やっぱ緊張してたでしょ。いやでも全然リラックスして、うん、あの楽しくしゃべりしました。はい。よかった。はい、じゃあ最後の最後にもう一回、この見ていただいている方々にね、ちょっとメッセージを送っていただいて、はい、で、ちょっと次回のちょっと告知もさせてもらいますけどね、まあ、最後にちょっと千秋ちゃんから、最後の最後に。何でも結構です。ここから5分喋ってくれてもいいです。いやどうしよう。そうですね、まあ、あの、なんだろう、先ほどねピンピンコロリのねお話が出て、ね、やはりこう最後まで元気でいるってきっと皆さんの理想だと思うし、自分がね元気な時ってその病気とか治療とかそして介護を受けるなんて想像もつかないとは思うんですが、やはり多くの方がやっぱり少しは介護を受ける期間が来るので、ピンピンコロリの人って本当に数パーセントなので、うん、そう考えるとやっぱりその医療や介護って全然人事ではなくて、ね、自分事として、そして自分の大切な人もきっと、ね、どんどんとあのそういったあの受けることになるっていうことが非常に増えていく中で、うん、今は本当になんか違う世界みたいな感じなんですよね、医療とかって。だけれども、もっともっと自分事として考えていただいて、うん、こういったケアがもっと身近に感じて、あの、活用されるようになっていくといいなと思ってますので、私もそれを目指して、これからも頑張って、あの、活動と事業を続けていきたいと思いますので、皆さん、ぜひご協力をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。いや、最後の締めの挨拶もすごい。うん。もうあの多分この動画を見てもらうとね、すごくね、あの本当にこの今日は喋ったことの流れがイメージしやすいと思う。ホームページ、リングスケアのホームページがね、ここにありますんで、これ、アクセスしてもらって、もう動画でね、見てもらった方が分かると思いますので、はい、ぜひぜひ、ご覧になってください。で、10月の30日に、オンラインのセミナーがあるということですので、気になる方は、受賞者に直接、メッセージ。メッセージでも、はい、インスタからでも、インスタからでも、はい、ということで、まあ、あの今日は先ほどお話しました訪問型リングスケアサービスが全国に広がるっていうのが目標である、それからリングスケアの認証を受けた施設が増えるっていうのが目標である、看護技術の中に外見のケアが入る、そして医療介護福祉の教科書の中に外見ケアが入るっていう目標をちゃんと言葉にこうやっていただいてるんですよね。この素晴らしいなと思います。で、最後に、人生の格言、自分のために探す花が難しいやつ、ね、癒す花になるっていうね、ここまでいただいてました。本当に今日は素敵なお話をたくさんありがとうございました、千秋ちゃん。ありがとうございました。皆さん拍手してくれてると思います。はい。ありがとうございました。ということで、皆さんありがとうございます。まさるむさんもグッと来ましたんで、この辺で終わらせていただきます。はい。はい、では皆さんね、本当に今日は長い時間見ていただきましてありがとうございました。それからこの後アーカイブ を見ていただく皆さんもぜひ、千秋ちゃんと絡んでいただいていろんなメッセージをしてあげてください。あ、千秋さんも最後にありがとうございましたと言いましたね。はい、こちらこそありがとうございました。それでは、どうぞこの後ね、良い、週末ではないな、月曜日か今日。月曜日。これから仕事せない感じの週にね、始まりますけども、ね、サブサ結構寒くなってきましたね。風邪のひかないように頑張ってください、はい、それでは皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。千秋ちゃんありがとうございました。ありがとうございます、はい。